はい、今日はこちらね、宇部市のね、松島町にあります清中鮮魚さんにお邪魔しに来ました。ちょっとね、お魚をね、分けてもらうんで、まあ何を隠そう、私はね、ここでお魚をもう一からね、学んできました。ここにね、約30年近くね、働かせていただきまして、まあ今のね、青山鮮魚の方に独立して始めることになりましたんで、まあここはね、宇部のね、まあ町の中といえば町の中なんですよね。松島町近くにね、新海駅なんかありまして、この三平ラーメンさんもね、宇部じゃかなり有名で、私もね、若い頃はもういつも昼飯はね、ここでいただかせていただいてました。宇部新海駅っていうのがね、近くにありまして、ここはね、有名なエヴァンゲリオンのね、この間の映画の新エヴァゲリオンの舞台にもなりましたね。はい、じゃあこちらがね、宇部新川駅ですね。先ほどのね、清永鮮魚から、まあ徒歩でもね、5分もかかりませんね。すぐ近くです。まあ、私の店とはね、本当にまあそんなに遠くないんですよね。車でやれば 2,3 分で着くところなんですが、はい、ちょっとね、こちらじゃあ、清中鮮魚さんの方にちょっとお邪魔してね、少し撮影させていただきたいと思います。まあ大体ね、こうほぼほぼね、お客さんの 90% ぐらいがね、まあお店の方、業者の方っていうか、お寿司屋さんとかね、料理屋さんがメインなんですけど、まあ全然ね、一般のお客さんでもね、買い物はできるようになってます。まあね、ちょっとね、イメージ的に敷居が高いっていうところもあるんでしょうけどね、全然そんなことないですよ。普通にね、お客さんでも販売してくれますんで、まあ見学がてらにね、寄ってみていただければと思います。まあ、今日はね、日曜日で、ちょっとお店の方はね、シャッターを下ろして、料理屋さんの注文を今やってるっていう感じなんですけどね。まず入ったらね、すぐこちらにね、大きな水槽があります。こちらの方にはね、ヒラソとかね、ヒラマサですね、ヒラマサ、タイ、メジ、ヒラメとかね、あと大きな天然物が入った時にはこちらの方に生かしてます。社長さんです。おはようございます。おはようございます社長のね、倉田さんです。何を見したい。あ、昨日俺に勝って買うた天然ヒラメじゃちくしょう、昨日負けたんだよこれ。5枚ぐらいおるよ。おー、物持ちじゃねえもっちょかんで裏にや倉田さんもね、まあ以前はね、私同僚でしたんでね、今もね、仲良くさせてもらってます。まあこの水槽なんですけどね、本当もう懐かしい話ですけど、私はここに3回ぐらい落ちてます真冬にね、落ちたこともあります。真冬にね、この水槽落ちるとね、結構ぬくいんですよね、水槽の中の水の方がということですね。はい、こちら三段水槽もありましたが、今はちょっとね、使ってませんね。でもね、この水槽の下のろ過槽のこの掃除がもう大変で、このろ過槽がね、これまた1メーター50センチぐらい深さがあるんですよね。ここを掃除するのがね、私たち、鉄地の頃のね、仕事でした。はい、まな板はね、多いですよ。
いろいろね、あちこちで作業して、ここもね、私が入った当初はね、こういう形じゃなかったんですけどね、まあ、いろいろ作業しやすいようにって、こう、まな板の位置もね、先代の社長さんが変えたりして、働きやすいようになってます。はい、店から入って左側にもね、今ね、ちょっと少しね、見えにくくなってますけど、こちらにも丸い水槽、流れるプールっていうかね、丸い水槽の方には、トラフグがね、いっぱいあります。これは今、トラフグ専用の水槽になってますね。ちょっとね、よく言って、水槽が見えやすいようにしとけと言っておきましょう。はい、こちらの方にもね、2段水槽があって、いろいろね、カゴの中にはね、いろんなアイテムが入ってます。もうとにかくね、もういろんな生かし物がありますんでね、料理屋さんもね、何それ、何でいいの、おお、すんごいでかい、あ、あの20代のやつか、これいいね、おお、これはすごいすごい。まあ、私もね、いよいよ揃わないときにはここにね、調達しに来ますんでね。おまわるもいますね。お、挨拶してます。本当は怒っちゃうんですけどね。うりうり、面白いですね。いろんなもんが、アサリ、ウタリガニ、これはどっかの注文でしょうね。ここでもいますね。面白いですね。やっぱり水槽あるとね、これ石垣台ですね。かわいいやつが。こちらは白ミルガイ。ああ、よく売れてますね。あとわずかしかないです。今年はね、白ビルも高いですね、相場はね。なかなかね、料理屋さんも使いにくいんじゃないかなと思います。あ、こちらにも車エビ、あ、隠しとるね。これが先ほどのフグの反対側ですね。あ、でかいね、このトラフグも。あ、見えにくい。はい、こちらは棚の、今日はね、フグ刺しの刺身が、注文が、フグ刺しの刺身って、フグ刺しのね、注文があるみたいですね。綺麗ですね。あー、これはでかい。これ大皿。すごいですね。これは、これでかいね。42センチ。尺3ではないですね。尺4ですよね。大きい。これは立派です。ここの社長さんはね、フグ引かしてもね、早いんですよ。要ね、昔2人で並んで年末のフグ引きながら競争してたんですけど、私はね、いつも負けてました。勝てませんね、早いです。チキショウ。はい、でこちらがまな板、刺身用のまな板の方ですね。僕が事務所、みんながね、あそこの中入ってよく休憩してましたね。はい、こちらありますけど、こちらね、よく小学生とかね、学校がね、学校の方とか幼稚園の方がね、よく見学にね、来られてね、それでいろんな絵とかね、お手紙とかを置いていかれますね。はい、こんな感じです。結構ね、宇部じゃね、まあ私もうち身内の立場ですけど、まあ宇部じゃ結構3本の指に入るぐらいの納めの店なんじゃないかなって思ってましたね。結構もうお客さんのね、まあ本当に先ほども言いましたけど、9割以上がね、お寿司屋さんとか料理屋さんなんでね、まあ、前
盛期の時には本当に売れてましたね。よく思ってましたよ、あのこんだけ売れてるのに俺の給料こんだけかみたいな雇われあるあるですけどね、よく思ってましたはい、ということです。頑張ってください。はい、明日ゆっくりします。はい、それではね、私も店に戻って頑張りたいと思います。この清中鮮魚からすぐ斜め前ですね、こちらが、全日空ホテル。先日ね、藤井聡太くんがね竜王戦で、戦った時の宿泊したホテルかな、アナグランホテル、グランプラザホテルですかね。こちらが宇部の中心を流れる真面目川ですね。